演舞を開催いたします。それではよろしくお願いいたします。王城鉄砲中前方一番衆鶴内お前火蓋を切れ離せ。前方一番衆、そう話す。お前、火蓋を切れ。だからあれちゃう。こりゃあれ、戦争になれんの。中に人間が並んでる。おずめに番手、そう話す。お前、火蓋を切れ。三段打ちというようなやり方でですね、弾を込める人、撃つ人とかこういろいろこうな、作業を分けて、結局火縄銃も、
戦で結構有効な武器であるということが認められている。まあ、それ以来、諸国の武将やいろんなところで、ね、火縄銃が本当にたくさん作られるようになりました。日本に伝わってからわずか30年後に日本は世界一の火縄銃所有国になっております。火縄銃はですね、黒色火薬を使います。この黒色火薬を銃の、先端に前の部分に入れます。前の部分で装填しますので、火縄銃のことを前装銃と言います。前から装填する銃ですね。そして、火薬を入れましたら、その後鉛の弾を入れます。で、鉛の弾を入れましたら、削除あるいはカルカというこの木の棒があります。これでですね、続きます。続いて、押し込みます。効果が大きくなります。そうしまして、次にですね、ヒザラというところがあります。このヒザラというところにですね、やっぱり黒色火薬をもっと細かくすりつぶしたもの、パウダー状にしたものを今度耳かき 2,3 杯分ぐらい、そのヒザラというところに乗せます。で、暴発するといけないので蓋があります。この蓋のことを火蓋と言います。で、この火蓋を閉じます。そして、火ばさみというものがあります。この火ばさみに火縄を取り付けます。よくこの火縄銃の火縄というのは皆さん導火線の感覚で考えますけど、そうではなくてですね、この火ばさみに挟んだ火を、引き金を引きますとすぐ落ちます。そうするとすぐ弾が出ます。まだ火蓋は閉じられていますが、撃つ寸前にこの火蓋を開けます。この火蓋を開けることを火蓋を切るという論議をします。熱線の火蓋を切るというのはここから出てます。それで引き金を引けば弾が出ます。今こういうのは非常にサミットも詰まっておりまして、公安委員会や警察が非常に厳しくなります。また次のインプロトップに参加していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。鉄砲衆の皆様ありがとうございました。それでは鉄砲衆の方の、退場になります。すいません、そちらの第3グルア側の方から退場いたしますので、少しお道を開けてください。それでは退場です。